はい、皆さんこんにちは、東京美容外科の浅尾徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問は男性からです。はい。包茎手術とかよくあるんですけど、ある。逆に男性器を大きくしたり長くする手術はありますか？あるのはあるけどね、手術っていうか、注射で、例えば男性器の亀頭の部分をヒアルロン酸の長持ちする硬いやつ、痛そう、でも陰茎ブロックって言って陰茎基部に神経層に麻酔を注射すると痛くなくなるんですよね、僕はやろうと思いはないけどね、その部分注射、でもそれで大きくするっていうのはやってますよ。大きく、長くするのはね、靭帯をね外すんだよね、でもやめた方がいいですね、自然な。手術やられたことあります？大きくしたり、もちろんありますよ。包茎手術とかも駆け出しの頃はいろんな病院でアルバイトしてたので、こだわってねやってましたけど、そんな自分が気にしてる以上に人のチンチン誰も気にしてないからね、気にしなくていいと思うんですね。でよっぽどさ、生まれつきさマイクロペニスって言ってね、本当にちっちゃい人とかいるんですよ、それはちゃんと保険が効くので形成外科に行かれていろんな治療をしたらいいと思います。治せるんですね。治せるっていうか、できることをやるんですよ、そこまでいけばもうこの周りを脂肪吸引したりとか、ちょっとでも大きく見えるようにしたりとかすると思います。はい、はい、このチャンネルがいいねと思えばいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。